探してください。お願いします。納得してもらえるのか分かりませんが、直樹さんはそこに。え、直樹に会えて幸せでした。でもそう思っていたのは私だけだった。今よりもっと辛い事実が明らかになってくる可能性が。俺のこと見えてるんですか。どこかで直樹が生きていてくれるなら。ゆい、金曜ドラマ100万回言えばよかった1月13日スタート。助けてください。他の方に頼んでください。